け。吉江さん、おはようございます。どうも、おはようございます。お久しぶり。お久しぶりです。お元気ですか？お元気です。お元気でよかった。はいはい。どうした、どうしたの今日は。なんか暑いねってこと。暑いねってことね。暑いでしょ、そちらも鎌倉の方もね。暑いです、本当に。うん、上半期ね、昨日で終わりました。ね、あっという間でしたね。半年どうでした、今年は。今年は、どうってこともほら何にもなかったんだけど、変わらずなんだけどさ。うん。ほら、お正月に言った、朝起きたら2021年だった話が今年の一番かな、まだ全然。ああ、言ってた言ってた。いい、声だい、また。7月も。本当もう、本当やだもん。うん、考えただけ難しい。早いね、あっという間だね。本当ですね。うん。暑さ対策とか何やってるんですか、吉井さんは。暑さ対策は、うん、エアコンを27度ほうほうにやってるけど、うん、死んじゃうよね、このことやってたら。だってさ、うん、家の構造とかエアコンのほら、あれにもよるじゃん、年式にも。そうですよね。各家庭によって違いますよね。そうなの、うちさ、ガンガン日が当たるから、うん、昼間でもカーテン閉めて真っ暗にして、うん、テレビの明かりだけでしょ。でエアコン27度にしても、うん、全然涼しくないの。そうなの。だからもうじゃあ気になるニュースいっちゃいましょう、吉江さんのね。はい、はい、節電で暑い。節電、そう、節電、はい。まあ、昨日東京都心では気温35度記録しまして、5日連続の猛暑日。で、政府が記録的な暑さが続くこの東京電力管内に、昨日も電力需給逼迫注意報、今日はね、まだこちら出てませんけれども、この、電力需給逼迫注意情報、これが出たのも4日連続と。うん。節電ね、いろいろ心がけていらっしゃる。はい。はい。ねえ、夜寝るときみんな何度で寝てるんだろうと思って。夜寝るときね、うん、あたすの器、あたすの部屋はですね、はい、28か9ですね。で、それで寝れます？まあ、構造上ですね。そうだよね。そうそうそう、ほんとそれ。もう最近もう寝不足で、27にすると、うん、暑くて寝れないの。ずっと起きちゃうの。うん、で、26度にすると寒くて寝れないの。あ、で、26.5 がないの。本当、マジ、うちの。天狗が。そう、天狗がないの。なかなかないよね、天狗までね、やってきるやつ。それが、もうそれ、ほんとやばいんだけどもね。寝るときどうしてんの？布団は今上になんかかけて。普通に薄い夏用の布団かけるんだけど、うん、裸でとか何にもかぶんだり寝るって癖がないから、なんかを、なんか体の上に置いときたいわけ。わかるわかる。うん、だかその分が多分天狗だと思うのよ。天狗それが天狗なんだ。それを取っちゃうとなんか落ち着かないしっていうのがあるよね。そうですよね。ガンガンに冷やすとほら風邪ひいちゃったりするとやばいから、はいはい、だからもうみんな寝苦しくないのかなと思って。でも私はいつも4時半ぐらいに日が上がってきたら、うん、もうエアコン消して、うん、窓、家中の窓を全開にしている。その方がまだマシ。そうなんだ、ね、風が日が当たらない分ね。まあ、換気も大事ですからね、今ね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。それをこう、冷房と換気をね、そうなのよ、並行してうまくやんなきゃいけないのかなって感じするけど。ね、あとさ、うん、この夏は冷蔵庫はみんな強から中とか弱にするの？一応ね、なんかそういうふうにできればしてくださいっていうようなね、ご案内はありますよね。実際、冷蔵庫の中はガラガラだから何の問題もないわけ。でも今日から中にするじゃん、なんか悪いから、なんとなく気分的にね。まあね。節電だから。うん、物も入ってないの、今日にする必要はないんだけど、そうだ、この時期さ、その今日から中とかにするとさ、ビールが全然冷えないの知ってる？それ、冷蔵庫が古いんじゃないの？違う、買ったばっかだよ、去年。それがさ、うん、全部チルドとかってか、今日にするとキンキンに冷えるんだけど、やっぱ節電してるじゃん。うん、気づいちゃったの、帰ってからビール飲もうと思ったら、キンキンじゃないわけよ。冷えないんだ、すぐにはそんなの、ね。そう、でも、納豆とか豆腐とか、うん、ほら、そんなことは何も気にならないじゃん、別に。はいはいはい。納豆キンキンじゃなくてもいいもんね、別に。うん、そんで、どうしてんの？私は、うち帰って必ず、最近は帰ったらすぐビール2、3本を冷凍庫に、ほら、移すわけじゃん。そうそうそう。で、その間にお風呂入ったり、顔洗ったりして1本飲もうと、1本目はまだ凍ってないわけ。そのうち何らかんでやってるうちに必ず凍らしちゃって、大変なことになる。あるあるある。あるんだよ。ね、ビールって飲めないよね。そうなんだよ。そんな飲まねえよっていうのになんか入れたくなっちゃう。3本ぐらい入れちゃってさ、途中から焼酎に変えてさ、1本だけ忘れてるビールがさ、パンパンに膨れてんだよ。あ、大変なことになってんだ、あれ、ね。あれ、それはあるわ。どうかすると、どのピシューってなっちゃって、なんか。そうなの。だから、凍ったビールは絶対飲めないんだけど、うん。途中で気づくとき、チカチカのとき、シャーベット状のとき。ほんとやだね。うん。でも、シャーベットのときは飲んでも美味しくないんだけど。美味しくない。
缶切りで全部あの開けてスプーンですくって全部私は飲むんだけど、うん、苦いアイスだ。そう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 、うん、チャカチャカの時はできるけど、カッチンコチンの時は危ないからやめた方がいいよ。やめた方がいい。危ないよ。そうですね。ほんでさ、うん、冷蔵庫の節電しといてさ、ビール代にさ、もうお金かかってんの、いや、言ってる意味わかんないでしょ。うん。あれ、ビールに氷は入れない派？入れない派なのよ。入れない派？よくいるよね、ビール氷入れて飲む人ね。美味しくないな、全然。まあ俺、ほんとすぐ飲みたい時はビール氷入れちゃうかな、ちょっと。てか、早速飲みたい時にぬるいビールを飲むの？え？いやいや、どう、冷えてない時さ。いや、飲まないね、我慢する。そう、俺は氷入れちゃうよ。なんとかして冷やす。早く飲みて。氷にジャンプでピタってやる。うん、あ、そう。なんとか。我慢するんだ。でもその我慢した時間もね、美味しさに加わってくるからね。てかさ、私の家でビールがぬるいことないから。私の家でビールがぬるいことはない。完璧ですね、もうね、ビールがね。いいね。え、ビールずっと飲み続けなの？他には飲まないの？ビールが、そう、基本的にビールが大好きだから。そうなのね。もう冷蔵庫に在庫がなくなると思うと、もう必ず補充をしていっぱいにしときたいの。でもあんまりそれで安心。飲みすぎも暑い時は注意してくださいよ。今年本当困るよね。アルチューになっちゃうよ、本当に。本当、あの、水分と一緒取らないとね、アルコール分だけだとね、そうそう水分には変わらない。ダメなんだよね。同じ量水分とって。そうなんですよ。外には出ないですか、最近は。だから、出ると具合悪くて、あとさ、あの、電気代持たないからさ、朝から9時からスーパー行くじゃん、うん、ポケット座ってると変な人に見られるから、結局買い物して帰ってきちゃうから意味ないんだよね。ああ。用もないの、ブラブラするでしょ、ほら。うん。だから。あれ日傘差す方？日傘。私はね、もうサングラスに帽子に日傘差して手袋する人。だから私を見たら誰かわからない、怪しい人。オードリー・ヘップバーンみたいだね。そう、怪しい人。いいね。じゃあ、吉江さん、はい、お体気をつけて、はい、篠塚さんも、大船の踊り、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあまたね。はい、どうも。はい。いやお元気そうでよかった。もうほっとしますね。逆に涼しくなるね、こういう人と話してるとね、うんうんうん、ほら暑い時って辛いもん食ったりするんじゃないですか、バカみたいに。それと同じでなんか量を取るみたいなね。元気出ました、はい、我こそはって方こちらも